めっちゃ聞いてますよもうね、ドライブの時とか本当に合うし、そうなんかね、俺もすごい自分ですごい聞いてるんですけど、あ、ちょっと疲れたな、俺のアルバム聴こうっていやでもそれ一番いいよねそうそうそう、あ、自分でなんかこう気持ちよくなっちゃうんですよねちょっとなんかこう響いちゃって響いちゃってその中に今入ってる曲を、まず今日聴いてもらいたいと思います。よし、その螺旋の先端というタイトルは、そうですね、ずっとなんか今年に入ってからずっとイメージしてるようなことで、自分のその因果応報といいますか、やってきたことはどんなちっちゃなことでも自分にこう螺旋のように返ってきて、まあそれはいいことでも悪いことでも全部返ってくるんだなっていうのと、あとはまあずっとつながってるこの時間の螺旋のような時間の一番まあ先っちょに自分たちはいるんだっていう、そんなイメージで書いた曲がたくさん入ってます。そんな難しい感じの曲じゃないんですけど、ね、例えばという曲を聴いてください。誰かの心を動かす力になったりするんだよ。あ、今は大丈夫かい、君の今を捕まえてよ。あ、今君はどこにいるの、愛する
やっ、僕は多分フレンズ